上空の寒気の影響で県内は今日も朝から冷え込み、北部の山沿いでは雪が降りました。今朝の仙台の最低気温は 4.9 度と冷え込み、仙台駅近くではコートなどを着て寒そうに通勤や通学をする人の姿が見られました。今朝の各地の最低気温は川旅で 0.4 度、白石で 2.3 度、石巻で 3.6 度などとなり、北部の山沿いでは雪も降りました。この後も気温は上がらず、予想最高気温は古川で9度、仙台で12度など、11月下旬から12月上旬並みで寒い1日となりそうです。